はい、どうも、リンゴです。今回はまた、リンゴのアップル製品シリーズということで、iPad Pro のアクセサリーを一つ紹介したいなと思います。前回は純正カバーのスマートフォリオを取り上げました。で、今度はキーボード付きのカバー、スマートキーボードフォリオです。iPad 買ってどうしても欲しくなるのがキーボードなんですけども、画面上のキーボードでも十分使えます。が、やっぱりこうノート PC のような感じで、画面とキーボードが別で、こう直感的にタイピングしたいんです。そこで活躍するのがこのスマートキーボードフォリオです。これも純正なんで、まあ、キーボード付きのスマートフォリオって感じですね。これ、18,000円して、マジで高いんです。キーボードとしては高すぎる。が、こいつの機能がマジで凄まじいんですよ。やっぱりそれなりの機能を発揮してくれます。いや、これで世界変わりました。紹介していきますね。iPad への装着は、スマートフォリオと同じくマグネット式となっていて、簡単にストンとくっつきます。で、まあ、しっかり固定しているので、普通に持ち歩いていても外れることはありません。しかし、外そうと力を加えると、こうね、スッと気持ちよく外れてくれて、まあ、好きな時だけ外れてくれる仕様となってますね。で、カメラも覆っていて、このあたりは、まあ、基本的にスマートフォリオと変わりません。しかし、普通、キーボードってこう、Bluetooth で接続するんですけども、まあ、そういうね、キーボードって充電が必要なんですよね。今は、数ヶ月充電しなくていいキーボードもあって、とてもいいキーボードっていうのも存在するんですけども、僕はもうあえて純正を選びました。これのすごいところは、これね、もう充電が必要ないんです。バッテリー動画も存在しません。ね、これ、スマートコネクタが iPad とキーボードの間のデータと電力の両方のやり取りをしているんです。この溝のところ、ここに iPad をはめ込むことで、スマートコネクタが起動する仕組みなので、ここの溝にね、iPad がうまく入り込んでなかったり、こうゴミが入ってたりすると、キーボードが反応しなくなるのは注意が必要です。この溝は2本入っているので、角度を変えての利用が可能ですね。で、このキーボードフォリオ、ファブリック素材といって、キーボードとカバーが一体化してるんですよね。隙間にゴミや、ホコリが入り込んでしまわないっていうのは良い点ですね。タイピングに関しては、まあ、ラグ等もなくてスマートに打ち込めます。タイピング音もね、静かで、まあ、打感もね、こう悪くないですね。現在発売されているのはグレーのみなんです。まあ、グレー、かっこよくてね、いいんですけども、こうツルツルしてて、表面結構汚れが目立ちやすいんですよね。いいとこばかりの感じもするんですけども、少し重いのがネックなんです。これだけで約 300g あるので、まあ、iPad Pro と合わせて持ち運ぶと、なんかね、やっぱりこう重いかなという感じはします。それに、折りたたんだ時にキーボード面が背面にあると、こうボコボコしてて扱いにくいんです。まあ、カバーとして折りたたんだ時も、キーボード面が画面と重なっちゃいます。スマートフォリオは、マイクロファイバー生地でカバーしてるので、ここに関しては、少しね、不安なところもあります。なので、僕は値段が高いけども、スマートキーボードフォリオとスマートフォリオを使い分けていこうと思い、両方今回購入しました。通常は、スマートフォリオを装着していて、ネット閲覧や Apple Pencil 等で書き込みたい時は、こっちを使用します。で、Twitter や YouTube を閲覧して、コメントを書いたり文章をタイピングするときは、こっちのスマートキーボードフォリオを利用しています。ケースバイケースで使い分けるんですけども、どっちも着脱がマグネット式で、まあ、とてもね、簡単なので、このね、切り替えがかなり容易にできます。ここに関してはさすが純正のコンビといったところでしょうかね。ということで今回はスマートキーボードフォリオを取り上げてみました。普段 iPad でキーボードを利用する方にはとてもおすすめですが、値段が高いので、そこまでキーボード必要ないかなっていう方はやめておいた方がいいかもしれません。次回は Apple Pencil を取り上げてみようと思います。またね。チャンネル登録はこちらからお願いします。